まずは1番目、スペイン旅行の魅力から話をしていきたいと思います。これまで私ですね、44カ国66回海外旅行してますが、スペインめちゃ良かったです。こんなにいいとは思いませんでした。意外でした。いや、まあ、いいと思ったから行ったんですけれども、その期待を上回る素晴らしさでした。で、実はですね、スペイン初め、一度行ったことあるんですね。先ほども申し上げた通り、海外旅行に目覚めた大学時代、大学2年生の時に初めて、海外旅行に行った時は、ヨーロッパ5カ国旅しました。その時にスペイン2日間だけいたんですね。で、マドリッドと水道橋のあるセゴビアに多分行ってるはずなんですけれども、その時別に、スペインめっちゃ良かったっていう印象はまるでなく、まあ別に、まあ可もなく不可もなくっていうようなイメージだったんです。なので、28年ぶりですかね、に行ったんですけれども、めっちゃいいじゃん、これ。何これ。もっと早く、その再訪すればよかったということで、いや、それでね、皆さんにね、スペインをお勧めしたいなと。やっぱ、一度行っちゃって印象がないと、なんか、選択肢から消去されちゃうじゃないですか。でも、実は良かったっていうですね、まあ、そんなこともあって、スペインをお勧めしております。まあ、ヨーロッパといえば、大体皆さん思いつくのは、イギリス、フランス、イタリア、それからドイツ、スイスとかそのあたりだと思うんですけれども、まあ私もイギリスも大好きですし、イタリアも大好きですし、ドイツも良かったです、スイスも良かったですし、あえてフランスは抜かしてますけれども、まあ、フランスの話はまあちょっとさておき、まあなんとなく、やっぱね、皆さんヨーロッパ行こうと思ったら、イギリス・ロンドンとかフランス・パリとかね、イタリア・ローマみたいな感じだと思うんですけれども、スペインおすすめの、スペインいいと思います。もちろんイギリスとかね、イタリアとかもすごいいいので、僕イギリス、イタリアも本当に何度も行ってるんですけど、スペイン、イギリス、イタリアに匹敵する素晴らしい場所だったんじゃないかと思います。で、何がいいのかっていうとですね、魅力がいっぱいあるんですよ。魅力がいっぱいある。世界遺産だらけです。それから建築が素晴らしい。それから戦争遺産もあります。それから見事な風車もあります。そして食べ物が美味しい。そして私そんなに美術詳しいわけじゃないんですけれども、美術館めちゃめちゃあります。結構すごいです。それから闘牛があったり、フラメンコがあったりということですね。で、私は今回、特にそういうものは参加をしなかったのと、興味がないのとはありますけど、多分お酒とかも多分すごい充実してるんだと思うんですよね。それからあと、スペインといえばサッカー、レアル・マドリードとかね、あと、バルセロナにもチームが、有名なチームがありますけれども、サッカー好きな方は現地で観戦したらね、それも一つの魅力になるのかなということで、多様な魅力があるんですよ。いろいろな楽しみ方があるので、すごい楽しいんですよねっていう、これがスペインの魅力なのかなというふうに思います。で、ざっと写真で見ていきますけれども、すごくないですか、スペイン。すごくないですか？こんなのなかなか他にないですからねっていうのがあります。いやー、もうこういう中世の街並みなんかも素晴らしいですよねっていうところですね。それからね、この風車もね、別に風車しかないんですけど、これは本当に素晴らしかった。この景色ね、本当に素晴らしいと思います。それから聖堂、教会がね、バカでかいんですよ。すごいんですよっていうところですね。それからね、何ね、庭園。まあ、フランスとかですね、それからオーストリアとかはね、結構すっごい庭園。まあ、そこに負けるのかもしれませんけど、結構ね、素晴らしい庭園がいっぱいありましたねっていう感じですね。それからフラメンコ。これはもう本当スペインならではかなというところですよね。それからね、美術。ピカソをね、画家として有名なピカソ。ピカソが生まれたのがスペインということもありまして、非常に美術館が充実をしております。美術好きな方は、結構スペインもずっと美術館いろんなとこ行って楽しめるんじゃないかなというふうに思います。そして食べ物。そして食べ物。生ハムの魔法人ということで、もう、ね、もう皆さんスペイン行ったらぜひこれやってほしいんです。こういうのもうそこら中にありますから、これ、レストランで食べれますから、ぜひやっていただきたいということで、スペインをおすすめ。